開封チャンネルです。 Amazon からの商品ですけど、実はですね、シルバーウィークの前ぐらいに僕がちょっと風邪気味になりまして、妻に移してしまい、妻は38度の高熱を2、3日出して、そのお詫びに一応 PCR 検査はマイナスです。その品が今日届きました。開けてください。なんだこれは。じゃーん、やっぱりルークルーゼものだな。あ、そう、開けたら見えねえっていう。あ、そうだ、全然映ってないんだけど、箱もらって。そうだ、段取りも買っとらない。はい、箱どかして出してください。はい、これ前私が買おうとしてたやつだな。買おうとしてたやつか、まあ、その話はまあちょっと放送に引っかかっちゃう。うん、なるほど、まあ、やっぱりルークルーゼものだ。これ何でしょう。ボールですよね。ボール、うん、野球のボールですね。こうやって、はい、あ、太い腕で出してください。あ、もう開かない。段取りが悪いのは開封しちゃうんです。いつものところです。あ、開いた。足で開けたりする時もあります。このやつ欲しかったやつじゃないですか。このやつ欲しかったやつだよ。この前もアマゾンで見てたもん。本当かい。そうだよ。これだと思ってルークルーゼ見てさ、そうそう、これがね、ちょうどこれだと思って、おかず入れるのにいいの。それで6個なの、これね。7色とか7個じゃないの。違う、6個なの。6個で、それでほら、うん、2人でおかず3個ずつ。これ一時さ1万1000円ぐらいになってたんだよね、うん、今なんかセールになってて、ね、Amazon で見たら 35% ぐらいセールで、うん、7700円ぐらい。そう1200円ぐらい。さっきも見てたって。うっそ。そうだよ。危ない。うん、バレると思う。一個一個並べてみてください。並べるの？うん、これ並べたら色見えないの？あ、そうなの。裏返しにしてる。裏返し。裏返し意味なくない？これ何色？わかんねえ。こうし。おかずいいね。意外と浅いんだな。そうそう、浅いからいいの。写真ではなんかもっとでかいのかと思った。いや。サラダボールみたいな。困る。そんなのが6つもいらないわなと思って。うん。こう？うん、ああ、そうそうそう。並べたところ写真を撮っておく、はい、ルークルーゼの商品つけなかった方、チャンネル登録よろしくです。うちのチャンネルついに1000人超えたんですけどね、まだ広告は入ってません。シリアルボールみたいのはでかすぎるんです。おかず入れるやつにちょうどいいんです。重みがあと、これ電子レンジ対応、電子レンジの応募、これでお詫びは許されるでしょうか。うん、許されるよ。私欲しかったやつ。あ、オーブンも大丈夫ですよ、これルークルーゼの商品ね。ああ、そうね。そうそうそう、ルークルーゼいっぱい持ってます。電子レンジも大丈夫だし、オーブンも皿やらグラタンとか、カップ、グラタンにはちょっと浅い。箸置きも持ってます。箸置き最近使ってないんです。使ってないね。じゃあ次の動画もお楽しみに。開封しチャンネル1100人突破しました。まだカットじゃない。そうだね。